差額センター日本史予想問題、難しみに作ったんで、全員に解かせたら多分正答率 60% 以下にはなるんじゃないかなと。はい、頑張ってください。はい、こんにちは、パスタボートのインスタのアイダマンです。あ、クマタンです。ということでですね、今回はさ、クマタンが、はい、問題をね、作ってきてくれたんですか。はい、そうです。この素晴らしい差がつくセンター2問して予想問題、はい、予想っていうことはもうセンターに出るかもしれないと。そうなんです。センターの過去問とか、まあ僕自身が作った問題、うん、これ全部解けた人もう何も言うことないですね。難しみに作ったんで、全員に解かせたら多分正答率 60% 以下にはなるんじゃないかなという難問です。大丈夫ですよ、これちょっと自信なくしちゃったらもうでもこれが出たら結構、まあ、他の受験生に差が出やすいので、ね、ぜひ復習何回もしてほしいですね。そうですね、もう総復習というか総集編ですよね、もう、うん、本当にセンターが近いということで、じゃあ、はい、なんかクマタンからアドバイスあります。まあセンター日本史に限らずセンター試験結構緊張するじゃないですか。ありますね。その、はい、僕の場合センター日本史1教科目ですごい緊張してたんで、はいはい、模試とかでもやってた方法なんですけど、緊張を紛らわすベラってめくるとみんな一斉に音するじゃないですか。確かに、うん、その間ちょっと落ち着いてめくらずに深呼吸してから、あ、みんながバラバラバラってやってるのちょっと吹きながら一旦ふとふーってやってから開いてやると、そしたらね、分かる気持ち、そしたらうん、緊張がほぐれるんですよ、ね、そうそう、なんか慌ててね、あ、急げっていう風にやり始めるよりは、なんかちょっと一旦ね、そう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 、余裕を持って、なんかもう自信を持って開くみたいなのがいいかもしれませんね、うん、それがいいです。ちなみに僕はね、僕は社会で本当に嫌な思い出しかなくて、なるほど、前ね、バスバルの部屋でも話したんですけども、うん、もう最初遅延したんです、1時間も、はいはいはい、もうだからね、それよりも皆さんひどいことはないと思います確かにこれが、ね、僕も一番ひどい状況だと思うから、うん、まあ、だから皆さんは多分ね、遅延とかないと思いますので、うん、まあ、しっかり実力があればそれ発揮できる環境じゃないかなっていう風に思いますのでね、はい、頑張ってほしいなっていう風に思います。ということで最後ね、最終確認という感じで予想問題、はい、行きましょう、はい、レッツゴー。聖武天皇の施策は B の墾田延々資材法と C の国分寺建立の御事乗りの2つです。 A の百万町部開墾計画は元正天皇の時代で聖武天皇の前、 D の養老律令の施行は後見天皇の時代で聖武天皇より後の施策です。聖武天皇の施策としては国分寺建立の御事乗り、盧舎那仏増流の御事乗り、墾田延々資材法が有名ですが、国分寺建立の御事乗りは国境で発布され、盧舎那仏増流の御事乗りは信楽の宮で発布されました。ここまでは覚えている人がいますが、差がつくのは盧舎那仏増流の御事乗りと墾田延々資材法は同年に発布されている、ここが忘れがちですね。九州の貿易に当たったのは先森です。ここが誤っていました。江路は都の警備として派遣されていました。江路先森は兵役の一部であり、成長21歳から60歳男性の3から4人の割合で徴兵されていました。兵役に選ばれた者は徴、用などは免除されましたが、蘇は引き続き徴収されていました。3の液政は701年に施行された大法令で確立し、2は1番でやったように聖武天皇による施策で741年、1の坂上の田村麻呂が陸奥国に志波城を築いたのは803年のことです。なので6の321が正解です。なんとなく感覚で解いた人もいるかもしれませんね。この問題では細かい知識が問われているので、この問題で覚えちゃいましょう。もし要望が多ければ古代の東北史をまとめたあの PDF をお渡ししたいと思います。古墳時代前期の古墳には銅鏡、玉製品などの宗教的な祭器が多く副葬され、この時代の被葬者が司祭的性格を持っていたので A を選びます。また古墳時代前期の埋葬施設は粘土閣や縦穴式石室などを設け、この内部に長い木簡を収めていたので C を選びます。古墳時代の文化前期、中期、後期といろんな性質があると思うんですが、まとめた PDF が欲しい方はコメント欄に教えてください。要望が多ければ Twitter で配布します。
唐にわたって密教に学び帰国後天台宗の密教化を進めたという問題文から X の答えは B 遠鎮と選べますね。天台宗では遠人遠鎮によって密教化が進められたことは押さえておこう。遠人は遠略寺に拠点を置く三門派、遠鎮は恩成寺に拠点を置く自門派と覚えていくのはセンター試験には必須ですね。遠人遠鎮は対立して山に残ったのが遠人って覚えると遠人が三門派と覚えやすいかもしれません。 Y については王城要衆イコール謙信と覚えておくと即答できる問題でしたね。 D 日本王城極楽記は吉重の安種が記した王城伝ですね。覚えておきましょう。丸一の香料のみという文が誤っています。地頭は荘園にも置かれていました。丸二この説明は守護についての説明ですね。で丸三の神保立法は上級の欄後に設定されたものなので頼朝が設定してないものなので×よって丸四が正解です。X について記録上は1069年に後三条天皇が設置したものですよね。つまり後醍醐天皇の政権で初めて設置されたものではないです。だから×です。 Y 座所決断書は、所領裁判をしていました。なので丸です。そして座所決断書は鎌倉時代の引き付けを踏襲したものです。覚えておきましょう。 Z について建武の申請では地方に国司と守護が配置されていました。地方の支配として建武の申請で受験生が覚えていなくてはならないのは将軍府ですよね。鎌倉将軍府は誰がいたか、陸奥将軍府は誰がいたか確認してみると、鎌倉将軍府は成吉親王と足利の直義、陸奥将軍府は成吉親王と北畠顕家ですね。覚え方は麦畑かなり直したです。六代将軍家信、七代将軍家継の時代は聖徳の治と呼ばれ、新井白石、真鍋昭房が重用されました。聖徳の治の時の政策がこの問題では聞かれていましたね。 X についてですが、新井白石は朝鮮通信使の待遇簡素化をし、この出来事は大君一件とも呼ばれています。ここでは国書における将軍の保証を大君から日本国王にした出来事のことです。なので X は×ですね。 Y について、聖徳の治では短命な将軍が続く中で天皇の権威を利用し将軍の地位を高めようと会員の宮家の創設が行われ、上幕関係の融和が図られました。よって丸です。ここで宮家の意味を確認しましょう。宮家とは皇位を継承できる家柄のことです。きちんと覚えておきましょう。この問題のように江戸時代の産業は聞かれることが多いので注意ですね。丸一について、九十九里浜で行われたのはイワシ漁で、土佐で行われたのはカツオ漁なので×。ニシン漁は蝦夷地で行われていましたね。丸二、近世初期から瀬戸内海沿岸中心に里浜式塩田が発達し塩の干満を利用していました。なのでこれが丸です。有名な場所としては播磨の赤穂、塩業では揚浜式塩田も有名ですが、こちらは中世から行われていました。丸三について、金品について普及したのは干しかしめかす、油かすなので×。丸四、醤油の名産地は野田、銚子、紅花の特産地はではなので×です。灘については酒が醸造されていたことが有名で、阿波では藍玉が生産されていました。商品作物についてはチェックしておきましょう。この問題では三大事件建白運動について聞かれているので、その内容について確認しましょう。三大事件建白運動とは井上馨外相の外交交渉の失敗を機に発生し、1つ目、地租の軽減、2つ目、言論集会の自由、3つ目、外交施策の挽回を求められて行われました。よって三大事件建白運動に当てはまらないものは3番です。官有地に旧入谷市が編入したのは地租改正による影響ですね。地租改正の内容影響も過去入試問題で問われているので確認しておきましょう。
軍部大臣現役武官制についてはセンター試験に限らず様々な大学で聞かれているのできちんと理解しましょう。 X について、軍部大臣現役武官制は陸海軍大臣の任用資格を現役の大将中将に限定し、政党の力が軍部に及ぶのを阻止するために第二次山形有朋内閣で制定されたので、丸 Y について、まず軍部大臣現役武官制の成立からその後の編成について注目します。成立は X で確認した通り山形有朋内閣、これは第二次。次に第一次護憲運動後に成立した山本権兵衛内閣によって改正され、現役条項が削除されました。これによって任用資格が拡大します。次に 2.26 事件後に成立した広田弘毅内閣によって現役武官制が復活します。ここで問いに戻ると、米騒動後に成立した内閣、これは原敬内閣です、によって改正されていないので×です。X について、日本最初のテレビ放送が開始されたのは第二次世界大戦後1953年です。終戦の玉音放送がラジオで放送されていたことを思い出せば、この問題は正解できたでしょう。 Y について、日本最初のラジオ放送が開始されたのは大正時代1925年です。これは年号を覚えていいぐらい品質ですね。GHQ のマッカーサーによる五大改革指令では、丸1、婦人参政権の付与、丸2、労働組合の結成奨励、丸3、教育制度の自由主義的改革、丸4、圧政的諸制度の廃止、丸5、経済機構の民主化が目指されました。これに該当するのが選択肢1、3、4です。しかし、4の終身とは、軍国主義的道徳を教えるものであり、戦後、終身、日本歴史、地理の授業は一時停止されていたので、4が誤りで正解です。選択肢2にあたる政策は、人権指令です。各自戦後の政策を確認しておきましょう。実は今三島天満宮ね来ております。今からちょうど絵馬も描いて祈ったりして皆さんの合格を祈ったいと思います。